甲子園球場11連勝中という伊藤将司の先発、その立ち上がりです。井上さんのお話にもありましたけど、はい、ストレートが非常に力強いというね、指にかかっていたという。よかったですね、はいはい。まあ、そんな中で中野のいいプレーだったんですが、送球エラーということで今シーズンの、まあ、初めてのエラーというのが記録された立ち上がりでした。これも外にうまく抜けたボール、まあ、これも結構詰まらせてという感じでね、はい、インサイドまっすぐでしたね。ショートハーフライナー。一方のスワローズはサイスニードの先発というところで、まあ、ここで下位打線、まあ、7番8番のところがね、タイガース打線は本当率が高いんですが、いやね、このスリーベースも良かったですし、はい、そしてこれですね、フォークボールをすくい上げました。言えば木浪がよサンプリアップにいるような感じじゃないですか。そういう働きしてますよね。連続のスリーベースで1点先制、タイガース23イニングぶりの得点ということになりました。まあ、そんな中で伊藤が、ね、この1点を守る形にはなっていきましたが、3回は三者凡退、そして3回にはタイガースの攻撃の中で、ね、苦しんでいる、まあ、今日3番に戻りましたけどノイジーのこういうヒットもありました。はい、はい、ね、なんとか、うん、ね、乗っていってもらいたいですね、気分変えてもらってね。最後大きい当たりもありましたんでね。あ、そうですね、はい、ライトフライでしたけどもね。4回のスワローズは2アウトランナー2塁1塁で、これはスライダーが体に近く来るところを思い切って初球から振り抜いた内山のレフトへのタイムリーツーベース。もう打った内山が素晴らしいですよ。素晴らしい、はい、はい、それで1対1の同点になりました。まあ、ここからはね、1点をやるまいという守りがお互い続いていきます。この2アウトランナー2塁1塁からのセンターへのヒット、まあ、2塁ランナーが伊藤将司だったということもありまして、ホームへはいけませんでした。満塁でノイジーというところ、まあ、ここはサイスニードが、ね、踏ん張りました。そうですね、力負けでしたね。でしたね。1点勝ち越せませんでした。6回伊藤のマウンド、ワンアウト1塁3塁というところ、これも内山をね、ゲッツー盛りかけることができました。このゲッツーは非常に、はい、伊藤にとって大きかった、大きかったですね、はい、はい。まあ、引き続きですから7回も伊藤はマウンドに上がったというところ、ここも一つ肝でした。ノーアウト一塁からこの送りバントがショーフライになって、オスナが飛び出していてダブルプレー、ね、はい、生まれたこのゲッツーは考えられないゲッツーなんですけども、伊藤にとってはラッキーでしたね。でしたね、はい。8回は石井がマウンドに上がりまして、まあ、2アウトランナーなしから山田がうまいヒットを見せました。これをちょっと面接がね、弾いてしまうミスがあって、山田が2塁まで行きました、ね、苦しくなったんですけども、はい、ここからですよね。ですよね。サンタナとの勝負、最後は力で ね、ねじ伏せましたね、ねじ伏せましたね、はい、押し込みました。まあ、これでミエセスも救われたということになります。はい、言いながら持ってきてくれましたよね。そのミエセスがね、意地のヒットを飛ばしたというところですから、まあ、やっぱ石井の投球から何が来たんでしょうね、はい、ですよね。まあ、この後送りバントの失敗もあったんですが、木浪がうまくね、弾き返して、これが村上のグラブを弾いてなんとツーベースになったという、はい、この巡り合わせも大きかったですね、はい、ワンアウト2、3塁、うん、内野は超前進守備の中、長岡ボールを取って小畑突っ込んでという、これが決勝点になります。間一髪、ショートの、まあ、記録上はフルダッシュ投手ということになりますが、いや、いい足してますね、いい足してますね。ただ岡田監督の先ほどのインタビューも、その人選もいろいろ考えながら順番考えて ね、送り込んでましたね、はい。まあ、最後を締めたのはこの岩崎というところ、冷静に長岡を最後セカンドゴロに打ち取りまして、もちろん中村君を処理しまして、スリーアウト、試合終了。1点差でタイガースは2切って連敗を2でストップさせたという今日のゲーム、石井がプロ初勝利になりました。試合後の表情です。三宅修一郎アナウンサーです。